竹ちゃんまんです、コロナがずっと、続いて、まあ、今現在もですね続いてるんですけども、今までも本当に対人の練習っていうのが全くできなくてですね、ようやく先週ぐらいから、まあ、軽い、対人稽古から始めていいことになりまして、まあ、当然、感染対策をしながらなんですけども、で、まあ、来週ぐらいからですね動画の方も、今までずっと一人でこうやってやってたんですけど、ちょっと対人の感覚で、できるんじゃないかなと思います。で、今日は何をやるかというと、うちの団体っていうのは数年前から相手の、まあ、蹴り足とかですねをキャッチしていいことになったんですね。ね、前蹴りもキャッチしていい、もう膝蹴りでもパッと取ってもいいですね。上段も、ね、で足払いバーンってやれば足掛けで転ばせて、技ありに、なるような感じです。あとは肩から先を瞬間的に崩していいことになってますね。小学生は肘から先を崩していいことになってます。で、その中で、これも昔から自分結構やってるんですけど、一人稽古でこれをやると本当に相手の瞬間的なこの手首を取ったりですね、足取ったりするのがすごくやりやすくなってくる練習っていうのがあります。それを今日はちょっと一人稽古で、これ絶対やった方がいいです本当に指がですね相手の手とか足に絡みついてくるようになってくるんで、これちょっと紹介します。それではやっていきます。ちょっと近づいていきますね。で、今ちょっと、手が見えやすいようにしました、ね、で、ですねまず手を出したら小指、薬指、中指をうまく使っていくんですけど、ここに引っかかる、ここに引っかかるようにしますね。そしたらこうですね、こっからヒュー、ここで今度小指、薬指、中指がここに引っかかるように、引っかかるようにこうですね。こっからこうですね。トーン、これをねやるんですね。これをもう暇な時にずっとやるんです。こっちもね、パッね、こっちパッパッパッね。そうすると簡単に本当に相手の手とか足を取れるようになってきます。この指先がですね相手の手足に絡みついていくような感じになるんですよ。ね。これ、パッ、ね、たたね、こうやり合ってる中で、瞬間的に外したり、パッと取ったりですね。いろいろ、本当に、やりやすくなります。本当、これだけなんですけど、これ、本当、バカにならないんで、まあ、結構、これ、道場生にも、千葉道場生にも言ってるんです。もう、ずいぶん前に、これ、やった方がいいよって。言ってるんですけど、やっぱりやってないんですよね。だから全然足取れないんですよ。相手の手首取ったりとか、そういうのが全然できないですね、やっぱり。で、やってる人っていうのは本当に簡単にパッと取ったり、相手を崩したりですね。っていうのが、すごい、やりやすくなってると思います。これ、ぜひやってみてください。ね。まあ、最後にもう一回、ちょっと、今日動画短いんで、よく見てくださいね。重ねたら、ここから、こうですね。小指、薬指、中指がかかってきます。これ、いけないのは、こう、掴んじゃダメです。掴んじゃダメ。親指で掴んじゃダメです。ね。これ、小指、薬指、中指引っ掛けて、こうですね。で、トーン。こういう感じですね。ね。これ、ぜひ、試してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。